工学部がございます。工学部の中の今はあの地球工学科とかですね、社会工学専攻という名前で言われたりですけど、いわゆる土木系教室というのがございますね。土木系教室で教員からせていただいているところでございます。でこの日本土木系学の中身はですね、2つに分かれております。あの先ほどにも紹介いただいているんですけど、1つは当然から今回の東日本大震災、これの復旧復興をどう進めるのかという話になります。これをですね、あの国力の日本国民の国力をですね、総力を挙げて5年で終わらせろという話をですね、作ったのが日本復興計画の東日本復興計画5カ年計画というもので、実はこれが前半でありました。でもう一つ重要なのがこの日本復興計画の中に入ってございます。後半の方が何かというと、この連邦強靭化計画というのをですね、10年でやり遂げなさいということを他の先生方にお願い申し上げた計画なんですが、これなぜかというとですね、私は土木工学科で、私自身は土木の中でもですね、計画系といいまして、特に国道計画とか都市計画、交通計画を行うものではありますけれども、教育課程の中でですね、地震のお話はいろいろといろんな先生方から教えていただいております。で京都大学にはですね、例えば時先生とかですね、時健三先生とか川田先生とかですね、地震の権威と呼ばれる先生方がおられまして、でその方々の話いつもこういろんな機会をお聞きする機会があってですね、でなんとなく地震というものが大体どういうものかっていうのをなんとなくこう何て言うのか感覚的に分かっているところがあるのでですね、今回の東日本大震災というのはこれ一発で終わるとは到底思えない地震なんですね。450キロ動いてますから、地盤がですね、応力構造というんですけど、今地盤が歪んどるんですね。もう絶対これパフォンで行ったのでこっち歪んどるわけですね。で、歪んでるやろなというイメージがつくわけになりますけど、でもあんだけ大きく歪むとですね、他にいっぱい地震が起こるのはこれ当然なわけであってですね、いろんな先生方がいつもしてたのはですね、こういう大きい地震が伝導しますよ。東日本大震災の発生というのはこれから起こるであろう西日本の大震災、これと平成の首都直下型地震、これの単なる予兆であるというのがこれは私の直感でございます。これ直感なので、これは一応こう見えてもこう見えてもってどう見えてもわかりませんが、工学者でございますので、ちょっとデータをですね、調べますけどですね、いろんなデータをこう見たりとかしてですね、過去の歴史なんか調べると、これも 100% ビンゴやなと今思っております。参考資料1というのがございます。これは実はこの資料はですね、6月、16日にですね、参議院の東日本大震災復興特別委員会というのがありまして、復興基本法というのを制定する委員会で、20日に復興基本法が一応自公の自民党と公明党の法案を丸呑みする格好でこの法律ができたわけでありますけども、それの委員会がありまして、その時にまだ参考人として呼んでいただいて、でそこで復興の基本計画をお話ししてたんですけども、その時に、復興どうしたらいいかという話はさせていただいたんですけれども、それに加えてその時にこの科学的データをお示ししました。これどう見るかというとですね、実はですね、今回の東日本大震災みたいなマグニチュード8以上のですね、東北の太平洋側ですね、今回ばっこり450キロというわけですがありますけども、あの辺りでですね、でっかい地震がですね、過去2000年の間に4回起こっております。で、私の直感はですね、この地震の前後で、間違いなく西日本大震災が連動しとるやろうなというふうに直感したわけですね。で、ほんまに連動しとるんかいなということを調べた記号であります。これご覧のようにですね、西日本側でその上下地震という非常に有名な869年の地震があったんですが、その18年後に仁和地震というマグニチュード 8.0 が発生した地震が起こっております。でこれは東海、東南海地震でありますから、これは東海地方に大きな津波が来てですね、名古屋の中にも大きな津波が来るというような大地震が18年後に起こっています。で慶長三陸地震という1611年の地震の6年前にですね、これまた東海南海東南海地震で3連動の地震が慶長地震というのが起こっているんですね。で幸いにも明治三陸地震の時には20年以内には起こってなかったんですけれども、昭和三陸地震の1933年の11年後には昭和南海東南海地震というのがまた大きいのが起こっているわけですね。南海地震でありますから、大阪とか非常に名古屋とか大阪和歌山とか大阪とかも全部津波でもうボロボロになっているような津波が起こっているんです。
ということで、私の直感通りですね、4例中3例とも連動しているわけでございます。ちなみにですね、この1個、明治三陸地震というのは連動してないかのように見えてるんですけども、実はですね、これは40年前に、安政南海地震と東海地震というのが起こっててですね、実はまあ40年まで時間を延ばすと、まあ、全部めでたく連動していると。今回ですね、今我々の状況どうなっているかというとですね、今から重要な情報を2つ申し上げますけれども、東海地震というのが、100年から150周年、150年周期で起こっております。100年から150周年、年周期で起こっているんですね。ところが、残念ながら160年近く起こってないんですね。ということで、もう今日明日起こるのはこれも間違いないような状況でございます。もうますますやばいという状況なんです。で、しかも、東海地震というのは、過去1000年の間に7回起こっております。7回起こっているんですが、あいつが一人で地震になったことは1回もないんですね。これどういうことかというと、必ず東海地震の方がですね、友達を連れていくんです。南海地震という友達とか、東南海地震とか。3人一発に行くこともよくありますし、ちょっと一人で行くのは寂しがりなんですね。誰か必ず一人だったら連れていくんです。ということで、東日本大震災はここ動力構造が完全に変わっているという情報も危ないですし、しかも東海地震がもう全然起こってないというのも危ないですし、でしかも彼は一人で起こらないので必ず近畿側の方の地震も引き連れていくという事実もあるので 100% 20年以内に起こるというのが、まあ、100% というのは科学者に言ったらですね 99% くらいの確率で、先のことは分からないですからね、地震が起こる前になんかでっかい隕石がなんかぶつかって地球がなくなってるとかですね、そんな確率もありますから、 100% というのが言っちゃダメなんですよ、科学者は。そういうことになりますが、でさらにですね、実は西日本大震災というのはですね、750キロぐらいの南海トラフというのがあるんですけど、これがばっこり行くので、ちょうどなんかジャイアントババみたいなもんでですね、動きが細いんですね。動きが細いので、東日本大震災が起こってから、こっちのジャイアントババが動くまで18年ぐらいかかるんですけれども、首都直下型地震というのは進行にですね、タイガーマスクみたいなのが、ちゃか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 こう、空中散歩みたいなするもんですから、大きいジャイアントババが動いてるんで、サカサカと動かるんですね。したがって直感的にですね、これも東日本大震災が動いたというのはですね、2つのプレートがガラッと動いたわけなんですけども、動いた方のプレートの上に、まあ、だから大陸側のプレートの上に東京っていうのが乗ってるのでね、これはもうより一層やばいですね。でしかもちっこい地震でありますから、750キロとかじゃなくて、その関東平野がボーンとこう行くだけの話でありますから、これはですね、すごく見やすく見たところですね、ご覧のように9年後、4年後、2年前、10年前ということで、完全にアウトですね。これはもう完全にアウトでございます。でしかもですね、この首都圏というのはですね、GDP で言いますと、日本の GDP 475兆円なんですけども、首都圏だけで確か160兆円か170兆円の GDP があります。それがもうものすごく破壊されるんですね。今回、東日本大震災は本当に激甚な被害であって、これも早急に直さないといけないですし、もう全く痛ましい大地震震災なんですけれども、客観的データとしてですね、都市規模がですね、首都圏とはやっぱりこう桁が2つ、3つ違うわけですね。それがですね、地震の規模は小さくても、それが直下型で首都圏のところに起こると、凄まじい被害、直下型地震は中央防災会議の試算ではですね、112兆円の被害があると言われています。今回ですね、東日本大震災のまだこれ結果が全部分かっていないんですけれども、インフラの既存だけで大体15兆円となります。すなわち桁が1個違うんですね。でそうなった時、日本国家が存続できるかどうか僕はもう自信がありません。はっきり言って。で、しかもですね、この西日本大震災というのが起こるとですね、これは西日本の方はこれ東海の方とか名古屋の方とか大阪とか、全部アウトになる可能性があるんですね。国会でも示してなかったんですけども、国会でお話してから川田先生が計算結果がですね、新聞にあったとか、やっぱりこんなになるんやなっていうのを慌ててちょっと驚いてたんですけども、それが一番最後の資料になってたんです。これ大阪の資料でございます。新聞に出てる資料でございますので、ご存知の方がおられるかとも思いますけれども、もし仮に次に必ず起こるであろうところの西日本大震災がですね、今回の東日本大震災と同規模のマグニチュード9であったとしたらという計算を川田先生がされて、そうなった時にどうなるかというとですね、これちょっと見づらくて恐縮なんか色塗ってるところがあるんですね。これ何の色か分かりますか。これ津波で水没する場所を示してるんですね。
皆さんこれ今我々新大沢の近所におりますけれど、これも完全アウトですね。ここはね完全アウトです。でここで止まったらまだエゴでですね、なんとは枚方からお越しの方もおられるかもしれませんが、枚方もアウトという、もう信じ、僕これ見た時ほんまかいなと思ったんですけれども、でこれしかも大東とか八尾まで行ってるんですけど、これ要するにですね生駒山で止まってるみたいな話なんですね。もうどこまで止めるやみたいな話であって、これ津波というのはですね普通の波と全然構造が違ってですね、要するに海面の高さがですね、ずっと30分かけて上がるんですよ。ずっと上がって。で、30分かけて下がっていくということで、要するに海面の高さが上がるということなので、これは確か5メートルか6メートルの津波です。先ほど40メートルというお話ございましたんですけれども、これ高々6メートルの津波の高さでここまで行くんですね。これなぜかというと、大阪平野というのはもともと海の底にあったものなんですよ。それがまたこういろんな歴史的経緯でですね、ちょっと中でぴょこっと出てきたと。で、埋め立てとかして、なんかほとんど0メートル地帯ばっかりなんですけども、なんか、で、最近ずっと津波がですね、この100年間なかったので、っていうか、まあ、ほとんどこう、大きな津波がこうなかったので、なんか津波来へんのかなと勘違いしてしまったんですね、大阪の年代話なんですが、まあ、こうなる可能性があると。こうならない可能性もあります。地震が起こって、これマグニチュード9の場合ですから、マグニチュード8の場合にはこうならないかもしれません。津波の高さが3メートル未満であるならば、一応大阪の堤防の高さ、確か3メートルであったので守られるはずでありますが、残念ながらもう3メートルを超えないかどうかは、僕らが決めれることじゃないので、ね、地球さんが勝手に決めてはることなんで、こうなるかもしれんということを備えておかないといけないんですね。これを止めるためにどうしたらいいかということを、大阪市の公安局の、非常に OB の、技術者の方にお聞きしたところ、やっぱここら辺で止めようと、今3メートルとあと6メートルぐらいしかできると思うんですけど、もっと考えたら2、3兆円ぐらいできると思うんですけど、どうですかね。ちょっと液状化もするから、液状化単体策のためにこうちょっとこういろいろと施工もせなかったら、まあ、大体4、5兆ぐらいやなと。4、5兆円これ安いんでしょうか、高いんでしょうか。ちなみにここまで言うと、大阪の地下で地下街全部あるんです。で、木造建築は全部断裂です。私おとついですね、南三陸町に先方のご厚意でですね、ぜひ藤井さん、いろいろこんな弁当強靭化論とか国会とかで被災地のお話とかさせていただいているので、ぜひ藤井さん、一回その国会とかでお話されるんやったら、一回ぜひ見ていただきたいということで、いや、なかなかそんな被災地にね、のこのこ出かけていって、なんか拝見するのは非常に恐縮なので、ちょっと遠慮申し上げたんですけど、いや、じゃあ藤井さん、ぜひ来てもらってことで、もう、参上させていただいたんですけれども、まあ、それはもう、全部流れてるわけですね。でもだから状況に、もうだから大阪って平屋が多い地区もありますからね、なんかな、心配性だからじゃないです。僕が土木工学の勉強させていただいたり、地震のこととか勉強させていただいて、いろいろなことを想像して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 、毎日いろんなことを想像しながら本を書いてるわけですね。ですから想像してるとですね、想像する癖がついてですね、どこどうなるかって、もうなんか大体分かってしまうんですね。このなんか残念ながらと言いますか、この状況になった時に被害額はですね、一応中央防災会議の計算ではですね、東海大震災地震が起こった時に81兆円と言われてるんですが、ここまで来ないという想定なんです。すなわち今中央防災会議政府の指針ではこれは想定内であります。想定内であります。しかしながらこれは全然僕にとっては全く想定内であります。しかもですね、首都直下型地震112兆円と申し上げましたですけれども、その時の計算の前提は最強震度が6強です。しかしながら 7は起こらないって誰が決めたんやみたいな、それは僕らが決めることじゃないですからね。7なんていうことは起こることは僕にとっては想定内です。政府にとっては想定内かもしれませんが、私にとっては想定内であります。で、政府の想定内でも両方合わせて200兆円の経済損失なんですけれども、ここまでのことを想定内であるとする我々からするとですね、500兆ぐらいの損害をいってしまうかもしれないですね。500兆というのは我が国の GDP でございます。一回その地震が来たらですね、我々日本人が一切ご飯食べられて、一切何もしなくて、全部その復旧復興に投入して、ようやく1年で治るような